ですね、学校ではね、重さのひねる練習をいっぱいすると思うんですよね。そうするとですね、その練習した数が山のように出ると思うんですよ。でそのね、数だともうボロボロですからね、普通に救出をね、大きいのしかできないですね。だから普通にお給すると熱いですから、給電子使ってね、その上で、自分でスポーツを取りまして、ね、練習するのはね、足の甲がいいですね。で足の甲の、ね、骨と骨との間を探して、さっき言ったようにこう指を、ね、横に滑らしてね、探して、こことここに出てますけどね、こっちもありますね。やっぱり一番へこんだとこ取って、そこに給電池を貼ります。それで、適当にね、もうだから学校でね、ひねる練習したもぐさで、もうボロボロでしょうから、こんなちっちゃくひねんなくていいんですよ。冷流台よりも大きいくらいでいいです。だからそれを置いて、私はとにかくその学校で練習したもぐさはね、毎日ね30分ぐらいお給してね、全部自分の足の方に据えました。でね、暑かったらね、もぐさをちっちゃくするんじゃなくてね、給電池を2枚重ねればいいですね。2枚重ねても暑かったら3枚重ねて、で大きくってもいいから、こう自分でも自分がひねったもぐさなんでね、もぐさボロボロなんで、そんなちっちゃくは作れないですから、大きくっていいから、どんどん吸える練習をしてないでね、きっと一番いいもぐさで高いもぐさを買って練習するんでしょうから、楽だと。それもったいないんでね、こうやってどん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 適当にね、ひねって置いて、火をつけて、これも、やっぱりお灸なんか針と同じで、お灸も自分でね、やるのがいいんで、足の甲っていうのは足の毛だけどね、まあ爪もそうですけど、末端だからね、でそこに出てるつもりどんどん連れていくだけで、全身症状がどんどん改善していきますので。いいですね、2枚重ねた。そうですね、給電池もね、一回使ったのこうやって捨てないで、手を取っといていいですよ。次の日も使えばね、ちょっと毎日自分に30分呼吸して30分ハイするぐらいをね、数年間をやった方がいいですね。で、ハイすると体調が変わるっていうのを自分で実感して、それと同じことが患者さんの体でも起きるようにね、練習していくといいですよ。うん、やっぱりこのくらいのがいいですね。2枚重ねくらいのが、こういうひねった後の重さだと。
小麦もぐさでもね、直接吸って熱くないのはですね、足の指の先端ですね。先端とかは、こういう、吸ってもらって、ちょっと台を置いて、ちょっと足の、こういう、足をこういうね、ちょっと斜めにして、状態にして、ちょっと足の爪を伸ばしておくんですけど、はい、ちょっと台を置いて足の、足のあれを斜めにして、指がね、指が上向くようにして、足の指の先端と爪の間にね、このムグサを置いちゃいますね。で、真ん中もいいと言われてますね。で、これに火をつけます。ここはね、先端で冷たいせいでしょうかね、こういうね、練習した後のもぐさでもそんなに熱くないですね。で、これも爪の上の関節器と同じようにね、体の内部の症状を全体に効きます。で、お灸をした、そういうお灸をした時後っていうのはどうしてもお灸を熱でね、熱は陽明に上がりやすいんでね、体の前側に上がりやすいんで、やっぱり次には最後はね、この足陽明の末端である2番目の指に、やっぱ足の甲にやっぱりこうやってお灸をしておきます。ここもそんなに熱くないんでね、そんなにちっちゃく作んなくて、練習した後のもぐさで大きくしても大丈夫です。そんなに熱くないです。直接やってもね、でこうやって自分のね、足の甲とか足の指にどんどん灸を据えていくと練習になりますし、ね、お灸が効くっていうのは実感できるんでね。例えばね、特定のね、指と指の間だけ水ぶしのある人とかでしょ。で、そういう人がね、その大抵ね、そのちょっと上のね、足の甲のところにね、ツボが出てて、そこから先のね、血行が悪くなってるところにね、それでそこだけ水水が出たりするんですよ。で、そういうところもその指と指との間の上の足の甲とか、あと足首、その延長線上の足首のところとかにね、ツボを探して、そこに毎日お灸を据えてると効いてきますから。あと爪むず虫なんてもね、私ちょっと今ここちょっと爪むず虫ありますけど、その爪目むず虫のね、健康なとことの境目あたりね、爪の上ですか、ちょっと湿らさないで、ね、そこにこういうふうに直接お灸を据えてるとどんどん減っていきます。で、これもこういうのもちょっと熱いですけどね、でもちょっと熱いくらいの方が水のうちにはよくて、で、爪分子についてね、内服薬飲んだりしてもなかなか消えないですけど、この方法でお灸していくと消えやすいんで、そういうのもよくお灸の熱がね、ストーンと落ちていくようなことを実感するにはいい、なんていうか、いい病気というか、そういう感じがするんだ。こういうふうに自分のいろんな症状をね、どんどん足の甲を、足の経絡の末端なんでね、ここでお灸してるだけで、いろんな全身症状を改善できるんで、ぜひ学校で練習したもぐさは捨てないで、足の甲に全然どんどん据えてください。